今回は話をするだけの回です。私がこうやって YouTube をやってることを家族にも秘密にしており、知人友人にも言ってないと公言しておりましたが、実は家族にはバレバレだったと。以前から見ていただいている方には興味のある話みたいだったんで、その辺のところをちょっと言ってみようかなと思っています。まあ今回は思いつくまま話してみましょう。ちなみに今から一人焼肉、奥さんは友達と飲みに出かけています。たまにこういうのもいい。皆さんご機嫌いかがですか？ダンディ M チャンネルの M です。やはり焼肉のタレは味噌タレが一番いい。ただ圧倒的に多いのは醤油ベース。醤油ベースはどうしても甘ったるくなってしまう。中に入っている材料を見て、どうしてリンゴなんか入れてしまうのか、理解に苦しみます。味噌ダレで辛いコチュジャン的なものを入れる。これ売っていたんで買ったんですが、中身はよくわかりません。おそらくコチュジャン的なもの。焼肉といえば、私は言いたいことがあります。私はレバ刺しが大好きでした。今は政治家が法律を決め、レバ刺しが食べれない状態に。馬とかは食べれますが、牛は食べれない。生で食べるのは日本の文化のはず。レバーも焼いて食べることができますが、レバーの最高の食べ方はレバー刺しでごま油と塩。いや、危険性があるのはわかる。ですがそこは自己責任でいいじゃないか。私がもし政治家になったら、レバー刺し復活を公約に挙げたいと思っているぐらいです。それじゃあ本題を話していきましょうか。そういえば、あの時も家族団らんで焼肉を食べに行った時でした。その前に、どうして私が YouTube を黙ってやってるのか、秘密にしていたのか、そのことから話しましょう。最初は多くの方と同じ、コロナのせいであまり仕事ができなくなり、時間が余ったので YouTube でも始めてみようかなと思ったのが始まりでした。その時なんか恥ずかしいので、誰にも言わずに動画を上げてみたんですが、それがもう全然伸びない。その頃に始めた方が多かったので、状況を見てみると、他の方は Twitter や様々な SNS、友人、知人を登録者にして、登録者100人とかはすぐにできますよみたいな自慢をしている人もいました。なんかそういうのに反発を覚えてしまったんですね。それじゃあ YouTube 一本、他の SNS は一切せず、いや、個人名ではやったりはしてますが、他では宣伝せず、YouTube 上だけでやっていて、どのくらいまでいけるのか試してみようと思いました。あ、ちなみに今鉄板の上に乗せたのは千枚です。この千枚の歯ごたえ、舌触りが好きだ。ちなみに Twitter 上でダンディ M という名前の方がいますが、別人です。まあ誰も知らせない方が好き勝手喋れますから、そちらの方がいいと思ったのもあります。今まで家族にはバレないようにいろいろ気を使ってきました。例えば住宅系の動画を上げるとき、トイレをどうするかという話になったとき、そんなタイムリーなときに私がトイレの動画を出したりしたら、妻が見てしまうかもしれない。そんなときはもうトイレの仕様を決め、妻が興味がなくなったときに動画を作る。住宅関係の動画については、妻は YouTube の中の偉そうなおじさんは嫌いと言っておりましたんで、私の動画は見ないかなという気持ちもありました。まだこういう動画の中の私の話し方も、私の普段の喋り方とは違うので、気づかないかな、ちょっと声が似てる人が喋ってるかなぐらいに思ってくれるかなという気持ちもありました。掃除機関連の動画も、妻にその掃除機を見せ、そうしたら大体妻は YouTube で調べます。そしてその掃除機関連の動画を見終わった後に、もうこの関連の動画は見ないだろうなと思った時に私の動画を公開する、そんな感じでやってきました。そんな中、私が記憶する中で私が迎えたピンチは3つ。1つ目は、案件で商品がうちに送られてきたんですが、その宛名がダンディ M 様という風になっていました。今でも覚えてます。宅配便のお兄ちゃんが、ダンディ M ってこちらですかと聞いてきたことを、私は恥ずかしがりながら商品を受け取りました。これは私がたまたまいたから良かったものの、危機一髪だと思っておりましたが、まさかその時家族にバレバレだったとは。
次に新しい家に引っ越しをして、私の父のテレビを YouTube の設定をしていたとき、なぜか YouTube のトップ画面に私の動画のサムネがありました。私は内心慌てふためいて、なんか調子が悪いと言って、過去の履歴を消去するために新しいアカウントを作ったのでした。危ないところだったと思っておりましたが、今から考えると私の動画見とったな。すでに親は見ていて分かっていたようです。その次に危なかったのは、うちで人を呼んで食事をしていた際、ロボット掃除機の話になって、うちはこういうの使ってるよと YouTube でそのロボット掃除機の機能を見せようとした時に、検索をすると私の動画のサムネが現れました。私はやばいと思い、こういう YouTuber の動画は面白くないから、メーカーが出してるやつを見ようと言って、なんとか危機を乗り越えたんです。まさかその時バレバレだったとは。いや、バレるにしても、もしかしてこれあなたじゃないというような話があるかなと思っていたんですが、そんな感じのバレ方ではありませんでした。そうそう、たまにコメントで私のこの喋り方のせいか外国人ですかと聞いてくる方がいますが、純粋な日本人です。いや、この食材を見てそういう風に思われたらいけないかなと思って、今日は炭水化物を抜きます。それでは、私がどうしてバレてるということが分かったのか、それはこの前ある焼肉店に家族で行った時のこと。なぜかヒゲの話になり、身内の一人がヒゲが濃いねという話になりました。その会はもちろんお酒も入っていたので、勢いに乗って妻がポロッと、あなたヒゲ剃りのいいのいくつも持ってるんだから一つぐらいあげたらと。私はピンときました。私は妻の前でヒゲ剃りのことなど話したことはありません。 YouTube の撮影をしているところなんて見せたことがありません。でも私はピンときました。おそらくヘンソンシェービングのことを言ってるな。ヘンソンシェービングの動画は私の中で一番再生回数が多い動画。今でもなんでこんなに伸びたのか不思議。私が恐る恐る知ってるのと聞くと、家族の一人がまだ言ってなかったの、言ってるかと思ったと。そこにいる全員が私のこのチャンネルのことを知っていたんです。あるものはボタニカルライフがいいとか、バレてる、私がお金をかけてきて失敗してきたパーキープスのこと、あるものは掃除機が欲しいなぁと、バレてる、どんどん送られてきて部屋いっぱいになってきた掃除機のこと、そりゃこんなに送られてきてあんまり言わないなぁとは思っておりましたが、そりゃわかるよね。妻は手のマッサージ機はないの、欲しいなと言ってきたり、急に変わる。話を聞いてみると、私の両親を含めて、私がこの YouTube の中で家族には内緒でやってる、家族は私がこういうことをやってることは知らないと話しているのを聞いて、そういうことを言っていたんで黙ってよねという話になってるみたい。私がそう思い込んでるので、そっとしておいてやろうみたいな感じ。もうなんやそれ。そして子供のガールフレンドも知ってるという、もう威厳が保てない。厳格な親父のイメージで行こうと思ったのにもう無理。そんな感じで私はいっぱいあった掃除機をみんなに与えることになったのでした。この食べ方、ティッシュがいる、ティッシュが。後日私の母親からバレたらしいねと話があり、親戚にも言っていいと聞かれたので、やめてと答えたのでした。いや、もうチャンネル名が恥ずかしい。バレるんだったらこんなチャンネル名つけるんじゃなかった、ダンディーなんて。いや、皆さん言っておきますが、ダンディーという言葉はそもそもこだわりがあるという言葉であり、自分がナルシストでそういう名前をつけたということではないんです。そういうカッコつけてる男は私は基本的に嫌いです。でももう今更どうしようもありません。覚えやすいからいいんじゃないのとも言われるし、そういえばこの前沢田研二のカサブランカダンディをカラオケで歌ったんですが、改めて見てみると歌詞がすごい。聞き分けのない女の方法を一つ二つ張り倒してという歌詞から始まる、今では考えられない歌、衝撃でした。まあそのことはいいんですが、よく聞いてみてください。私は全部ダンディ M チャンネルの M ですと、ダンディを目指すチャンネルの単なる M ですと、
そのように言っております。まあ、ダニーを目指すチャンネルというかいろんなことをやっておりますが、別のチャンネルを作るよりもこのチャンネルでジャンルを分けてやっていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。そんな感じで黙って一人で YouTube をやっていても、おかげさまで登録者が増えていて再生回数も多くなっていけばいつかはバレるというお話でした。たまには話だけの回いかがだったでしょうか。それでは今回この辺でごきげんよう。